コロナ対策を優先させると述べましたこれに先立ち過去最大となる来年度予算が参議院本会議で与党などの賛成多数で可決・成立しました一般会計の総額は106兆6097億円となり新型コロナ対策に機動的に対応するための予備費5兆円が盛り込まれています